できるか分かんないけど、この一瞬何十秒でもいいから私は思い込めて歌おうと思ってます。ぜひ聴いていてください。ありがとう。ちょっと思うような場所に踏み出せなかった、逃げ出したのは私の薄情な勇気だって、思考の数ほど瞬間っていうのは今しかありえない、今日しかありえない景色だと思ってます。だから止まってくれてありがとう。イライラ言葉で飾ってくほど私は埋もれて消えてしまうの、いつも汚れもあるけれど私は私と曲でした。ありがとう、聴いてくれてありがとう。アノクリズムはね、歌詞を押していて、すごくギターのよっちゃんが歌詞を書いてくれている曲が多いんだけど、本当に一つ一つがね、本当に魂込めて書いてくれてる、そういう歌詞です。思いが本当に生きているなって思う歌詞ばかり、なんかそういうものをね感じ取ってもらいたいっていう一心でも本当に路上ライブやってます。ぜひ歌詞とかはこのインスタ、ツイッター、そこに上がってたりするから見てほしいって思います。次のリペインターという曲は、なんだろう、人間きっと好き嫌いとかがあると思います。人間って
人間関係あると思うんだけど、私もそりゃあってすごい多分、ね、こういう癖が強い人間だと思うから嫌われることだって多いんだけど、でも私は私でいたくて、そんな私を好きでいてくれる人を私も全力で大切にしよう、そう思えた曲です。みんなもそういう相手がいたら、なんだろう、ダメな自分を好きになってくれる人、そういう人を大切にしてほしいと思います。次の曲、リペインター。嫌われるのを恐れてた、君は迷いながら愛想笑いで弱虫を隠した。止まってくれてありがとう。4人で活動してます。あの子に続けています。人にらしさを作られた、取り繕ってばかりのナンセンスな日々が続く。掲げた夢が大きいほど自分は小さくて、うずかなんてことが誰ぼかした。という曲でした。ありがとう。毎日のちょっとしたネガティブな気持ち、そういうものが今日もね、この曲を歌ってみんな吹き飛んでくれたらいいなって思います。次の曲、さよならネガティブガール。ありがとう。4人で活動してます。あのコリズムって言います。こうやって聞いてくれること本当にありがとう。午前0時の私の瞳、ちょっと背伸びし
MV に初めてなった曲、この4人でバンドをやってる意味、思い全部込められている曲、世界は一つじゃないという曲をやって今日は終わろうと思います。本当に見てくれてありがとう。寒い中本当にありがとう。最後聴いてください。ありがとう。本当に聞いてくれてありがとう。ちょっと思うような場所に踏み出せなかった、逃げ出したのは私の薄情な勇気だった。思考の数ほど一曲一曲
えたみんなを、本当に私はみんなも誇りに思います。出会ってくれてありがとう。残り